の吉島のメニューは食べれないと思います。うわジャンボロースカツ定食になります。美味しそう。いただきます。すごい、柔らかい。めっちゃジューシーです。連続で揚げ物になってしまった。申し訳ない。でも私もそれ食べたい。めっちゃ美味しい。もう OK。 もう歯がいらないぐらい。歯がいらない。うん。めちゃくちゃしっとりしてますね。お肉系プラス揚げ物って言ってやっぱり結構顎も使いますし胃にもくるのでしんどいものではあるんですけど、でもここまでなんかしっとりしてるとすごい食べやすそうで、なんか油との比率もなんかすごいいいなって。うわもう肉汁が美味しそう。いや感じられないです。おいしそう。とろろ、山芋。うん、ぼかつ食べてました。これすごい。ここまで見えるかな。お肉そのままでも美味しい。つけ麺と食べてる。うん。お塩と食べたら美味しいと思うな。あ、ね、確かにお塩美味しそう。
はい、もう前菜みたいな感じで後に食べてますけど、前菜のつもりで先に食べようと思ったらとんかつが美味しすぎてとんかつを先に食べてしまいました。美味しいです。ご飯完食。すごいです。見して見して。うわー。たまらん。いやー絶対美味しいやん。めっちゃ美味しい。わ端っこすごい。あぶら。スピード違反ですね。マスタードもある。からし？からし？マスタードかと思った。うん、これもだ。お味噌汁もめっちゃ美味しそう。海外アサリ、アサリ、うん、おいしい。すごい海鮮の出汁が効いて、おいしい、うん、おいしいです。最初に食べる、そう、ちょっと最後のねデザートとして
すごいよ、サラダも山盛りですね。山盛り。みずみずしい。シャキシャキ。最後の一口。これはすごいですからね、自信持って言えますから。すごい、大正ドリームセットと申します。いやもう炭水化物パラダイスでもありがとうございますの一皿です、うんうん、いただきます。これは焼肉なんかな、これ焼きそばや、うん、まず当店一番人気の辛口焼肉、横が、ソーツ焼きそばの横にカレーがかかった大正焼きそばですね。拳大くらいの大きさの唐揚げが合計3つ入ってます。とってもボリューミーです。この一番人気の辛口焼肉なんですけど、焼肉のタレの甘さもありつつ、この唐辛子でピリッとしててすごい美味しいです。うん、ご飯が進みます。意外と多いですね。多い、はい、そうですね、4人5人でシェアしていただいて、はい、は
い、2480円となっております。やばい、ちょっと待って、やばい、え、うん、安っ。唐揚げ食べてみよう。もうソースとあのソース焼きそばとカレーの相性がこんなにいいんだって初めて知りました。我々の勝利かなと思ったんですけど、負けてられやん。さあ、いや本当にご飯が結構多いですね。この輪にこんもりです。うわ、私が焼きそばを食べて、アコがお肉を食べてるんですけど、なんか急に焼きそばのやりに侵入してきたので、私が今肉を食べています。美味しそうに見えて、美味しそうに見えて、はい、はい、交差して食べる。そうです、半分ぐらいちょっといったかなって感じはしますね。でも残りまだ半分ありますから。おいしいですね。お野菜もシャキシャキなんですけど、お肉もたっぷり入ってて、もうカレーが本当に合いますね。おいしい。これ1人前ぐらいありそうです。ああ、うん、ここからきつくなります。あ、お肉と焼きそばで食べよう。うわ、めっちゃ豪華やん。うん、ご飯と唐揚げと唐揚げ焼きそばと肉炒めても冷静に本当にみんなが大好きなものが詰まってる。はい、はい、うん、ちょっと早いもん勝ちね。はい、取った。うん、
唐揚げは好きな食べ物なので別腹です。うん、正直ビビってます私も結構食べる方なんですけど、ちょっと頭が上がりませんすみませんそんな感じはちょっと見られないですねなんかちょっといや本当に美味しいですね、うん、これこのお値段で出しちゃっていいのって逆に思っちゃう、うん、心配になっちゃうぐらい美味しいです。これ全部混ぜたら美味しそう。うん、これね、うん、混ぜるよね。ちょっとこれやばいですね。やっぱりちょっと見るとなんだスピードが増してくるような。これはちょっと残ったライスとカレーと焼肉丼と焼きそば全混ぜしたいと思います。全混ぜ、絶対おいしい。これ絶対おいしい。全部のおいしいエキスが。この焼肉から出てるソースもおいしそうだったので絶対混ぜたらおいしい。めっちゃ美味しい麺が。もう私も応援したい。嬉しい。これ全部混ぜ合わせても全然喧嘩せずに、うん、むしろお互いが相乗効果を
増して美味しくなってます。我々のギブアップですね。最後の一口。うわ、お疲れ様でした。ドリームジャンボパフェになります。だいたい 4.2 キロ。